京都市西京国総合運動公園京都市西京国総合運動公園野球場京都市西京国総合運動公園野球場,京京野球場は京都府京都市右京区の京都市西京国総合運動公園内にある野球場。施設は京都市が所有し京都市スポーツ協会が指定管理者として運営管理を行っている。通称は西京国球場。 2009年4月から京都市下京区に本社を置くサプリメントメーカーの株式会社若狭生活が命名権を取得しており若狭スタジアム京都の故障を用いている東宮成婚奉祝記念として1930年に京都市内初の運動公園として整備が開始され野球場は1932年8月に完成以来高校野球大学野球 社会人野球などアマチュア野球公式戦が開催されている。両翼100メートルと当時の野球場としては広かったことから両翼にはその後ラッキーゾーンが設置され92メートルとされた。1965年3月にはナイター設備が設置された。 第43回国民体育大会開催に合わせて1987年にラッキーゾーンが撤去された。ただし、日本女子プロ野球機構が2012年から、東球場で行う開催に限り、両翼90メートルの箇所にラッキーゾーンを25年ぶりに設置した。2009年12月から翌年3月末まで、総工費約2億6000万円を投じて回収した。 かつては、松竹、ロビンス、近鉄バファローズと、阪急ブレーブスが、準本拠地と位置づけ、年間数字合好公式戦を開催していた。この他1950年代には、東京都に本拠があったダイエースターズ、ダイエーユニオンズと毎日オリオンズ、大マイオリオンズ、神奈川県を本拠地とした高橋ユニオンズも、主催公式戦を行った。またこの3球団の後ろ身となった。 ロッテオリオンズも東京スタジアムの閉鎖で本拠地球場が不確定となっていた1973年に主催公式戦を行った。阪急ブレーブスは1958年から1982年までと1988年に準本拠地としていた。このうち1967年10月1日に行われた東映フライヤーズとのダブルヘッダーでは、 第2試合に8から11の日没コールドゲームで敗れたものの創設以来32年目で初優勝を果たした。阪急がオリックスになってからは初年度の1989年に3試合を開催したのみだったが、2015年に26年ぶりとなる公式戦が1試合を行われ、2018年にも公式戦を開催したほか、オープン戦を行うこともある。 阪神甲子園球場を本拠地とする阪神タイガースもかつては甲子園が使用できない8月の高校野球全国大会開催期間中に定期的に主催公式戦を開催していた。だが、後に神戸総合運動公園野球場や大阪ドーム完成するとそれらを優先的に使用するようになり西京極での公式戦は開催時期を4月から6月の 間に移行するとともに、年1試合のみの開催となった。ただ、2006年に開催予定であった1試合が、施設の老朽化を理由に、甲子園に振り返られたことをきっかけに、それ以降は、オープン戦、公式戦ともに開催されていない。2010年4月21日、読売ジャイアンツが1956年6月以来、56年ぶりとなる。 同球場での一軍公式戦を主催した。社会人野球では、毎年4月下旬から5月上旬にかけて、ジャバ京都大会が開催されるほか、2010年は、社会人野球日本選手権大会第一ステージの会場に指定された。本来は2011年も、同様に行う予定だったが中止となり、2012年以後は、大阪ドーム一箇所だけで全日程を行うことが、 決まったため、当地での日本選手権開催は、この一回限りで終わりとなった。大学野球は、京都府内の所属校を持つ連盟が数節ずつ、会場としている。同立戦三流戦仏教大学京都先端科学大学のカードが、組まれる。古くからフェンス広告などの形出を行っているが、一時期は、関西電力や、NTT 西日本などの関西中心の、 大口インフラも含め、スコアボードに残っていた広告がなくなり、若さ生活の広告一社のみが提供したことがあった。2011年夏頃より、地元企業を中心に数社が、フェンス看板を掲示するようになった。2010年、日本女子プロ野球機構の発足初年度より、同リーグに属する京都アストドリームスが、本拠地と定めていた。2019年には、 ベースボールチャレンジリーグの市が、ユナイテッドベースボールクラブが、公式戦を開催している。2015年のスコアボード2014年の、スコアボードバックネット裏席から撮影した京都市、西京国総合運動公園野球場のパノラマ、京都市は2008年11月21日、西京国総合運動公園内の3施設を、対象として、施設命名権を募集。 2009年3月16日、サプリメントメーカーの若さ生活が東急場の命名券を年額2500万円で取得した。契約期間は2009年4月1日から10年間で命名券により若さスタジアム京都の故障を使用している。NPB 公式サイトなどでは若さ京都若さ京都などと記される場合もある。なお2018年に 命名権の契約期間について2024年3月31日まで5年間新たに継続する合意がなされた。他注射第1試合は10から6で勝利。2018年は阪急ブレーブス復刻試合として開催。なお、2019年も前年同様に阪急ブレーブス復刻ユニフォーム着用で2試合を予定していたが、いずれも、雨天中止となった。 2020年も同様に2試合を予定していたが、新型コロナウイルス蔓延の影響で、地方開催が取り留めとなったため中止となった。掲出場所は1.3類のベンチ上、バックネット裏、宇宙間にあるスコアボード下。出展。ありがとうございます。